はい、こちらね、えー、昔のロックマンのね、ガチャガチャの消しゴムの商品の紹介をさせていただきます。こちらね、えー、一つ一つ同じですね。これダブってるんですけど、当時ね、15年前くらいやったと思うんですけど、その時にね、1個20円ずつで買ってます。 で、先ほどね、紹介させていただいた、これもね、1個がオール20円で買いました。わざとね、全部ダブらしてるんですよ。で、先ほどのね、えー、と、動画を見ていただいたらわかると思うんですけど、今回のこの1個しかね、見てなかったらわからないんでね、もう短縮して言いますけど、これ全部がね、あの、オークションの競り落としの一例ではね、だいぶ上がってます。で、 全部ね、これに関しても、これに関してもね、ミニブック、ブックレットっていうんですかね、あの中のね、このラインナップのやつが全部ないんですけど、それでもね、こちらが、え一、ー、つが2500円。で、こちらがね、1000円。で、こちらがね、1800円。で、こちらがね、えー、今回は、えーと、一例の、あの、その、落としがなかったんですけど、確かね、これもね、800円から、えー、1000円になってました。この中ね、カエルみたいなね、あー カエルみたいなでき損ないみたいなやつなんですけどこれねえー、これも3つですあっこれどっか行ったちょっと待ってくださいねあっどっか行った <laughs> あっどっか行ったちょっとちょっと <laughs> あとんでもないことしてる僕いやー ま、ごめんなさい。どうでもいいんでね。また後で探しておきます。ほら、尻尾が一個どっか行きました <laughs>、ねえー。こんな感じなんですけど。でね、えー、えーえー、2500円、えー、?1000 円 ?1800 円約1000円何を言ってんのってなると思うんで、まあね、またあの、毎度毎度あの、オークションのこれ一例ですね。これがね、えー、現在の、えー、一例です。 これがね、先ほどの青いやつですね。一つがもう1000円で落とされた一例。で、さっきのね、柿色がね、一つが2500円になってるんですよ。まあ、これもね、あくまで一例ですけど、4人もね、あの、争いってます。で、こちらね、今回のは、えっ、ー、と、さっきのね、赤色のこのエビみたいなやつと、今回のね、カエルが潰れたような水色はね、一例はなかったんですけど、まあ、今言った口で言ったお値段の一例があったはずなんですよ。全部ね、これも値段がとんでもないことになってます。で、 こちらね、すべてが、この下のね、えー、この消しゴムの6マン X2 ありますよね。あの、ちょっと待ってこれは僕持ってないんですよ。この時代のやつは。んで、この時代のやつをまだね、確か今回この袋からいっぱい出てきたんですけど、いっぱいっていうかまあこんだけの量出てきたんですけど、どっかにね、まだね、だいぶあったと思うんですよ。僕わざと同じものダブらしますんで、でね、ちょっとまた戻しますね。 はい、ごめんなさいね。まあ、こんな感じとなっております。皆さんもね、もし、あのー、このね、時代の、まあ、今の若い子は絶対持ってないな。私がね、もう今年で40になりますんで、40の世代に近い、まあ、35までのぐらいやったらね、持ってる方がいると思います。はい。まあ、そんな感じでね、もしあのー、おしれの奥にあって、あ、 これ古いとはいえね、あのー、ブックレット、ミニブックですかね、あれもないし、まあ、そんなにならないな、ただ古いだけで、ほんで、ただロックマンだけ、みたいな感じするけどね、違いますよ。これはね、僕、売らないですよ。売らないけど、これはね、お小遣い稼ぎになります。ぜひね、あの、売ってください。もしあったらね、僕は売らないです。これはね、これからどんどんね、まあ、ならないと思いますよ。これ以上、これが3倍になると、5倍になると、僕は売らないです。 ゲームはね、僕大好きなのと、こういう関連グッズはね、あの、売ろうと思って、あの、ダブラしてるわけではないんですよ。まあ、どう言ったらいいんですかね、ちょっとね、難しいんですけど、口で、じゃあなんでダブラしてんのって言ったら、まあ難しいんですけどね。あくまで、えー、オークションでお金稼ぎ、お金持ちになろうっていう意味では僕買ってないです。はい。 売ってるのもあるんですよ。僕は、あの、自分の昔買ったやつもね。ただ、そういうのは、どうやったらいいんですかね。なんかね、まあ別にいいかなとっていうような感じのやつです。で、ゲーム管理に関しては僕ね、一回も売ったことないです。で、今回はね、この、まあ一例と、一つ手前、だいぶ前のね、動画で言わせてもらったんですけど、あこれね、ちょっと待ってくださいね。えー、ギャルズコレクション。これもね、えー、197、ちょっと待って 1997年のね、あの、これ、コンプリートのやつなんですけど、これも、これね、200円で買いまして、9個入ってるんですけど、これもね、えー、今は今回ちょっと、あの、オークションのすり落としの一例がなかったんですけど、これもね、もうとんでもない額になってます。まあ、あくまであの、200円に対してのとんでもない額ですよ。そんなあの、5万も10万もなってませんので。はい、こんな感じでね、どんどん昔買った商品の、えっ、ー、と、 まあ今回は特にロックマンですね。あの、紹介をしていきますんで、私のね、動画がいいと思ってくださる方、まあ、ロックマン好きな方ですね、特に。ぜひ、チャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。